あなたは目と耳の両方に障害のある盲ろう者を知っていますか？知ってください、盲ろうについて。盲ろう者の今と東京都盲ろう者支援センター。盲ろうとは、視覚障害の盲と聴覚障害のろうからできた言葉で、視覚と聴覚の両方に障害を持つことを言います。三重苦として知られるヘレン・ケラーや、障害を持ちながらも大学教員になった福島さとしさんも同じ盲ろう者です。さまざまな情報を得るための感覚機能の中で、特に重要な視覚と聴覚に障害を持つ盲ろう者は、一人では思うような行動や意思伝達が困難なために、場合によっては社会から孤立してしまいます。全国に2万人いるとされている盲ろう者、その支援の輪が徐々に広がっていますが、支援の存在すら知らない、また知るすべのない盲ろう者も数多くいます。盲ろう者は障害の程度、障害を受けた時期や経緯が異なり、コミュニケーション方法も様々なために、理解されにくく支援も届きにくい存在です。自分の力だけで情報を得ることが難しい盲ろう者は、静寂と暗闇の中に一人取り残されている状態です。ですが、中にはこの困難を乗り越えて生きがいを見出したいと願っている人も少なくありません。盲ろう者が社会に参加するためには、移動を解除し、コミュニケーションを支援することが不可欠になります。ここではその支援を受けて社会で活躍する盲ろう者を紹介します。川崎さんは盲ろうの男性です。この日は講師をしている手話サークルに向かっています。単独での移動は困難なので、通訳介助者の派遣を受け会場へ向かっています。川崎さんは触手話でコミュニケーションを取ります。話の内容や周囲の状況など、すべての情報を通訳介助者を通して受け取ります。参加者には盲ろう者もいて、手話を習得し生活に生かしたいという思いがあります。川崎さんは手話の楽しさを感じてもらうために、時折冗談を交えながら会話をしています。夫婦でマッサージ院を営んでいる山岸さんは盲ろうの女性です。山岸さんがマッサージを施し、夫の誠さんが患者さんとの対応や機材の調整を行っています。山岸さんは手書き文字でコミュニケーションを取ります。常連のお客さんの中には、直接山岸さんの手のひらに文字を書き会話を楽しむ人もいて、盲ろう者と健常者の壁のない交流が行われています。その人、その人の人生が
教えていただけるし、勉強にもなるし、すごい楽しいですよ。やめられません。はい、はい。藤鹿さんはリハビリテーションの専門学校で講師をしている盲ろうの男性です。授業時間が長く、学生の状況を詳しく知るために2名の通訳介助者からサポートを受けています。藤鹿さんは指点字でコミュニケーションを取ります。盲ろうである本人がその障害について講義をし、直接学生と交流することで盲ろう者への支援方法を伝えています。そうですね、学生さん一人一人と直接接することができるので、そういうところ楽しいですね。ええ、東京都盲ろう者支援センターは、盲ろう者の自立と社会参加を総合的に支援するために設立されました。運営は NPO 法人東京盲ろう者友の会が当たり、盲ろう者自身が運営に関わり、盲ろう者が必要としている支援活動を行っています。センターでは、盲ろう者が自立した生活を送るために希望に応じた訓練プログラムを提供しています。視覚と聴覚に障害を持つ盲ろう者にとって、お互いの意思を伝え合うためにコミュニケーション手段を獲得することはとても重要です。コミュニケーション訓練では、受講者一人一人の状況に合わせたきめ細かい指導を行い、正確な意思疎通ができるための訓練を行っています。また、盲ろう者のコミュニケーション方法は様々で、視覚と聴覚の活用が難しい盲ろう者は、手で触れる、手に書くなど、触覚を生かしてコミュニケーションを図ります。触手話は、話し手の手の形や位置を盲ろう者が手で触れることで手話を読み取ります。指点字は、盲ろう者の指を点字タイプライターの6つのキーに見立て、左右の人差し指から薬指に直接打ちます。手書き文字は、盲ろう者の手のひらに指先でひらがな、カタカナ、漢字などを書いて伝える方法です。盲ろう者の中でも、少し見える人は筆談や手話、少し聞こえる人は補聴器などを使用し、音声でコミュニケーションを取ります。センターでは、盲ろう者が自立した生活を送るために、調理や洗濯、掃除などの生活技術を身につける訓練を提供しています。また、盲ろう者が安心して外出できるように、移動介助を受けた際の安全な歩き方を訓練しています。盲ろう者にとって、パソコンは自分一人での情報入手やコミュニケーションを可能にする重要なツールです。センターでは、それぞれの盲ろう者に合った支援機器やソフトなどを用いて、電子メールやインターネットなどの使用方法を訓練します。東京都盲ろう者支援センターでは、外出する機会が少なくなりがちな盲ろう者の社会参加を促すために、交流会や学習会を開催しています。交流会は
都内各所で開かれており、季節ごとの催しや盲ろう者に関する講演を行います。また盲ろう者同士の情報交換や新しい交友関係を築く場としての役割も果たしており、そこでは活発なコミュニケーションが行われています。学習会では楽しみながら生活技術を習得することを目的に、さまざまなプログラムを提供しています。日常生活に応用できる内容となっており、新しい知識や技術を習得できます。この日の学習会はウォーキングの予定でしたが、あいにくの雨のために職員は室内での運動を提案しました。ところが多くの盲ろう者から雨具があれば大丈夫、雨の日の歩行訓練にもなるとの意見が上がり、ウォーキングを決行することになりました。このように盲ろう者の主体性や自己決定を尊重することが、盲ろう者を支援するさまざまなプログラムの基本になっています。盲ろう者が社会に出て自由に移動しコミュニケーションを取るためには、通訳介助者は不可欠な存在です。そのために東京都盲ろう者支援センターでは通訳介助者の派遣事業を行っています。盲ろう者が買い物や通院、サークルなどで外出する際、盲ろう者のコミュニケーション方法に合わせた通訳介助者を派遣しています。またセンターでは盲ろう者のニーズに応えられるよう、通訳介助者の養成研修事業も行っています。通訳介助者養成講習会では、盲ろう者に対する接し方をはじめとして、通訳や移動介助の方法を受講者に指導しています。中でも盲ろう者と接するときのマナーは、通訳介助の基本になる重要なものです。まずはじめに盲ろう者にそっと触れてから自分の名前を伝えます。話している間は盲ろう者の手に触れておきます。盲ろう者の話には相槌を打ちます。盲ろう者の顔を見て話の内容が伝わっているかを確認します。そばを離れる場合は盲ろう者に伝えてから離れます。盲ろう者と接するときには、いつもこのような配慮ができるよう講習をしています。自身も盲ろう者である東京大学教授の福島聡さんに、私たち一人一人ができる盲ろう者への支援についてお聞きしました。盲ろう者が社会参加を実現していくためには、その盲ろう者本人の努力だけでは難しくて、周りの人たちの支援というのはとても大事になってきます。もし一人ぼっちでいる盲ろう者がいたら、ぜひあなたは一人ではないんだということを伝える意味でも、この東京都盲ろう者支援センターにご連絡いただいて、ぜひその盲ろうの人が多くの仲間とつながりを持って社会の一員として、自立した生活を送っていくための第一歩を踏み出せるようにご協力いただければと思っています。視覚と聴覚両方を失った環境に暮らす盲ろう者にとって、手と手でつながる支援の輪が
自立と社会参加を促す大きな力となります。東京都盲ろう者支援センターはその支援の輪を広げ、盲ろう者一人一人を総合的にサポートします。